質問になっちゃうんですけど、はい、あの池田君の話してくれるライクスアカデミーの話、はい、もうちょっと聞きたいなと思ってて、はい、前なんかライクスアカデミーの会があって、はい、でそこではなんか、まあ、そのレジデンス形式で、はい、スペース提供してくれたりとか、うん、あのスタジオビジット人呼んで見せる状況、うん、用意してくれたりで,、うん、で,でなんだっけその採択者 ジュリーって要するに審査する人があ他の公募とかだったらクリティックの人とかキュレーターの人とかが多いけどライクスアカデミーではアーティストの人がやるっていうところもあってちょっと見方が違って池田君も選ばれたのかもみたいなふうに話してくれててとはいえライクスアカデミーで池田君どういうことしたのかなっていうのが。 あんまり俺分かっててなくてといういことしたんない全然分かんなくてそのアカデミーっていう言葉つくぐらいだから <laughs> <ー>なんか授業形式じゃないけど、はい、なんかそういうのあんのかなとか<ー>勝手に想像するけどいやなんかなさそうな気もするしなんかどういう2年間を過ごしてきたのか <laughs> <laughs> 普通に知りたい, <laughs> んいやなんかそのなんかが概要で言うとこの間話した通りで、うん、どっちかっていうとなんかその。 スタジオビジェットっていうのがこういう人とか来るよみたいなだからそ結構有名なアーティストだからまあそれこそ、うん、あ,あれだと最近有名な人だと「ホーツーニャン」とかあ<ー>とかまあ小泉明郎さんはそこの出身だから明郎さんが来たりとかっていうのがあって、うん、あのでこういう人が来るよっていうのが多分その1週間から10日前ぐらいに告知されて、うん、でそこでこうなんていうかチェックしてるとあチェックっていうかその 受けたいですっていうと抽選とか、うん、まあなんかあのそれもその運営の人たちがこの人同士は合うかもっていうので、うん、マッチングしてあのスタジオビジットが組まれるっていうのがあるんですけど、うん、まあ基本的にはその、うん、アイクスアカデミー側が提供するなんていうかある種のこうなんていうか教育的なって言ったらあれだけど、うん、どっちかというと、まあ、機械みたいなものはまあもちろんスタジオとか作れるけど、うん、あとは基本的には自分からこうなんていうか。 こ,こっちからアクティブに行かない限りはそ、そんなになんかその授業をめいたものはなくて、まぁ、あ、ち,ちょっと英語喋れない人とかは、英語のクラス受けた方がいいんじゃないみたいなことを言われるんだけど、うん、まあ俺はそこまで喋れなかったけど、まあそ,その前にニューヨークとかもちょっと住んでたから、うん、まあそういうのも受けずにはいて、だからまあなんていうか、それでいうと基本的にはなんか、まあ、個人単位で受くみたいな感じなんですよ。うん でなんか黙々と基本的には制作していたって感じだけどねだけどまあなんかそういうなんていうの,あの結構、うん、法人的に扱われることがまあ気持ちいい人の集団じゃないどっちかっていうとその現代美術でやってるような人とか、うんうん だからまあなんかそういうペースの中でやることにはなんかと特にみんな抵抗もなくやっていたっていう感じですけどねなんかそのどっちかでせ制作の内容が知りたいっていう話ではないよね過ごし方あ過ごし方、うん、いやその制作ガリがりカリキュラムとかの本もだし制作ガリガリやりつつ結構なんか池田なんだろうなバンデルバイザーのライブ見に行ったりとか結構向こうで なんか体験できることいろいろ見て回ってみたいなことやってたのかなとかそうそうそうそ,それで言うと多分その2000俺は16年と20年にいたんだけど2010年に人間合格のライブでアムステルドムったんで,、ねうん、でそのサウンドマンの人がリュックってやつなんだけど。 なんかそいつは最終的にライツアカデミーになんかテクニシャンとしては入ることになるんですよそうですかだからそ,それでいうとなんかまあその時からつながってる友達とかも要はいて<え>でそのリュックってその俺らが出たオッきいってまあ地元ではハードコアとかちょっと尖った音楽やるようなそれこそだからウルフアイズとかが来たらそこでやるとかみたいな箱のサウンドマンで。なんか まあこれ別に日本語だから言っても大丈夫だと思うけど、うん、<laughs> かその、そこでリュックがサウンドマンで PA やったから PA タに流れてた、そのなんかウルフアイズの音源とかを俺に、うん、なんかちょっと、まあオンラインで聴けるようにしてくれたりとか,とかっていうのもあって、うん、だからまあ結構なんか、そ,それで言うとまあ、もともとちょっと知り合いとかがいてっていう状態でいたから、うんうん、まあ今週これあるよみたいな感じで言われて、そこに行くみたいな感じだったでか、ね。でもなんかそのライブハウスに、でもやっぱりその、 ビジュアルアーティストの人が中心だから、まあ、結構そ,そういう意味ではどこでも一緒だなと思うけど、うん、なんかあんまりなんか両方なんかアンテナばっちり立ててる人って、まあ、俺もバッチリ立っててるかつってっあれだけど、うん、人はそんなにいなくてだからライブ行くときは大体友達とかって感じ。やー